はい、皆さんこんにちは、ティーロックスのトシです。いつもありがとうございます。この動画を見てくれてる方はね、多分ほとんどがアーティストの側の人ではないかとも思うんですが、まあ中にはでも観客というか、その見る側専門っていう人もねいるかもしれませんがね。でそのもあのちょっとね、見る側、専門ですよっていう人に主に向けてお話になるかなとも思うんですが、まあでもそれでもやっぱり演者側も他の人のライブをね見に行くし、好きで他の人のねファンで見に行くこともあるし、ギリで行く場合ももちろんありますよね。これなかなか重要ですよね、ギリギリ。まあしょうがないですよね、それ行ったり持ちつ持たれつの時はありますよね。はい、でまあまあそれはいいんだけれども、あのね、行ける分にはもちろんもう全然、問題ないし、僕もちょっと行ける時は行ったりするんですけれども、行けなかった時ですね、行けなかった時に、言ってはいけない言葉があると思うんですよ。行けなかった時にね、まあ一番いいのは結局のところ、ごめんなさい行けなかった、もうこれだけでもういいと思います。しょうがないですもんね、用事があったかもしれないし、仕事だったかもしれないし、どうしても違う、ぶっちゃけて言うとその用事じゃない用事の方が大事だったっていうことも結局あるじゃないですか。だからそこで言い訳してもしょうがないんで、ごめんなさい行けなかったで、まあしょうがないですよ。でこの時にね、ちょっとね気を利かしてね、言ってるのかどうかわからないですけどもね、たまにいるのがですね、ごめん行けなかったわ、でどうだったって聞く人いるじゃないですか。あれがね良くないなって僕はちょっと思うんですよね。でどうだったの、盛り上がったの、何人ぐらいお客さん来たの、どんな曲やったのって聞くじゃないですか、来れなかった人が。あれやっぱりほら、こっちのやった側の人間としては、いやだったら来いよって話でもう一言で終わっちゃうじゃないですか。でね、あれのそういう風に聞かれた時に、まあ仕方なく、いやまあまあこうでさ、すげえ盛り上がったよって、1曲目これやったよ、人もさいっぱい来てさ盛り上がったよとか説明しなきゃいけなかったないじゃないですか。で MC でこう言って盛り上がったんだよねなんていう説明を事細かにすればするほど、どんどん虚しくなってくるわけですよ、やった人間としては。なんで俺いちいちあなたに来れなかった人に説明してんのっていう話になってくるのでね、わかるでしょ。なので、来れなかった方はね、もうしょうがないので、行けなかったごめんで終わっていいと思います。どうだったのとか聞き返して聞かなくていいと思うんで、それを説明するほどアーティストにとって屈辱的で悲しいことは、虚しいことはないので、もうあれ聞かないでください本当にっていう話ですわね。なんかね、あれ気を利かしてね、でどうだったのなんてね、盛り上がったなんつってね、楽器何使ったのとか聞かして、あれ聞いてくれているのかなっても思いますけれども、聞けば聞くほどというか、こっちがそれについて細かく説明すればするほど悲しくなってくるのでね、できればそっとしといてくださいっていう話ですかね。ね、本当にね、うん、はい、まあ今日はちょっとそんなお話でございました。はい、ありがとうございました。